エセルリードはアメリカ合衆国のイラストレーターである。アレス・ラッセル・グレニーと並んでアメリカ合衆国における女性イラストレーターの草分けである。FB ・ジョンストンの撮影による肖像写真マサチューセッツ州のニューベリーポートで生まれた。10代で父親を亡くし、母親のために早くから働かなければならなかった。1890年にボストンに移り、 千八百九十三年にしばらく、ボストンの私立の美術学校カウルザ・アート・スクールに入学し、翌年にはリードの作品は注目されるようになり、ボストン・ヘラルド、ザ・ボストン・イラストレーテッドといった、ボストンの新聞に作品が掲載された。ボストン、ニューヨークなどを基盤とする出版社、ラムス・ウルフ・アンド・ C.O. に雇われ、出版物の宣伝ポスターや書籍の表紙、 ビネットをデザインした。また、子供向けのエイリ雑誌の挿絵も制作した。この頃、アメリカにおける女性写真家のパイオニアである、フランシス・ベンジャミン・ジョンストンの撮影したリードの肖像写真が残された。ボストンの名士の息子で、画家、美術評論家のフィリップ・レスリー・ヘールのアシスタントになり、一旦、婚約するが、1896年の夏。 母親とヨーロッパに旅するために別れ、ロンドンに住むことに決めた。差し入り機関文芸誌イエローブックのイラストレーターとして1897年5月頃まで働き、その後、パンチなど別の雑誌の仕事もした。その後ボストンに戻って仕事をした記録などが見られるが、角度の高い記録は見られず、1900年頃には活動は見られなくなっている。 電気作家の一人は1912年にアルコールや睡眠薬の過剰摂取で没したとしている。ありがとうございます。